私の方からは今京都大学の MOOC がどうなっているのかっていう現状の確認程度の報告をさせていただきたいと思っております。で、ですね、その前に日本における MOOC の状況っていうのがどうなっているのかっていうのを確認させていただきたいと思います。で、ですね、これアメリカの方にこのスライドを見せるのは非常に恥ずかしいんですが、 MOOC を提供している日本の高等教育機関ということなんですけれども、今19機関、ございます。これは日本には1200 の高等教育機関がありましてですね、そのうち19機関ということで非常に、パーセンテージで言えば少ないということになっております。これは毎年行っております大学、高等教育全部の全ての高等教育機関を対象にした、MOOC のですね、調査の結果なんですけれども、でその中でも19機関の中でも今現在私が把握しているだけでEDX から5機関、コーセラから1機関で、フューチャーランから1機関ということで、これでEDX とコーセラに東大が出していて、北海道大学がオープンエデュケーションコンソーシアムを通じて EDX から提供していますので、日本にはそのいわゆるグローバル MOOC と呼ばれるプラットフォームには7機関しかですね、提供していないということになります。これは 0.5% ほどです。でその他は JMOOC 等 の, いわゆるこう日本の、プラットフォームから出しているということです。で、さらに提供予定している機関というのも聞いておりましてですね、その54機関を足しても、19機関と足して、73ですか、73機関ということでですね、これ全てを足しても 6% にしか満たないということになります。で、ですね、私のパソコンの中にはこの次にアメリカの状況についてのスライドがあったんですけれども、アメリカではですね、現在全高等教育機関の 8% ほどがですね、すでに MOOC を提供しているということで、これは日本の 0.5% と比べたらですね、全く比べ物にならないといった、これが日本の MOOC の状況になります。で、京都大学ではどうなのかということを示したスライドがこちらです。すいません。で、OCW の方に話を戻すとですね、2002年に MIT が、OCW を始めたということで、日本では京都大学のほかですね、いくつかの大学が2005年からオープンコースウェアを開始したということになります。これは京大担当しておりますのがこっちの会場におられると思いますけれども、土佐教授ということでですね、10年間 OCW をやっておるんですけれども、その後に MOOC のブームがやってきたということになります。これが2012年ですね。先ほど飯尾先生からお話ありましたように、この年にいわゆるこうメジャーな MOOC のプラットフォームであるコーセラとかEDX とかユダシティなどが出てきたということで、その中でその EDX から声をかけていただいて、京都大学が EDX に加盟したのが13年の5月ということになります。でこれ EDX からお声がかかったのがですね、OCW ずっと続けている OCW のクオリティがですね、非常に評価されたというふうにも伺っております。で加盟して1年後に初の講義ですね、上杉先生のケミストリー・オブ・ライフというものが開講されたということで今に至るんですけれども、でその後今年度4月より文部科学省よりこの MOOC とか OCW を活用して教育を改善していく、推進していくというようなプロジェクトが始まってですね、これ4年間のプロジェクトですが、それを機にこの OCW-MOOC というのは京都大学では情報環境機構というですね、いわゆるこう ICT 系テクノロジー系の先生方が所属しておられる部署なんですけれども、それに教育の視点も必要だということで、今年度から私たちのセンターが情報環境機構と緊密な連携の下で推進していくというような状況になっております。で、そのプロジェクトの内容がこちらなんですけれども、
簡単にお話ししますと、真ん中がですね、うちのセンターですね、MOOC とか OCW など、あとはその情報環境機構がやっておる、LMS とか e ポートフォリオなどの設計開発運用利用促進評価を、センターがやっていくと。で、同時にですね、学外の大学といろいろ緊密に連携を取ったり、でこのプロジェクトでは特に、京都大学の中の教育を良くしていこうと、そういうふうなプロジェクトとなっております。で、ですね、京都大学が edX になぜか命したのかということを今一度振り返っておきたいと思います。これは2年前に私たちが文科省から委託を受けて全国の大学に対して行った ICT 活用に関する調査結果の報告書から抜粋したものです。これ飯尾先生が書かれた記事ですけれども、4点読み上げておきます。1点目は edX が MIT やハーバードなどの世界のトップ大学連合による非営利組織によって運営されているということ。で2点目が edX を通して提供される MOOC がプラットフォームと講義コンテンツのオープンソース化に基づいているということ。で3点目が edX がオンライン講義だけではなく、産科大学のオンライン講義とキャンパスでの対面講義の相乗効果を生かすブレンディッド学習による教育改善を重視しているということで、4点目が edX によって収集されるオンライン学習データの分析と教育効果の検証を通じ、また他の加盟大学との協力などを通じて京都大学の教育的な研究開発の支援と推進が進められることということで、このようにですね、目的を持って edX に加盟してですね、その最終的な目的は京都大学の教育の改善をしたいということになっておりました。これは今でも変わっていないかと思います。でこれがこの4月からですね、第2部門というのがこのセンターに新設されまして、このような体制で今 MOOC と OCW を動かしております。この左上の設計開発ユニットというのは、今まで OCW を支えてきたチームが中心となっているものでですね、右側が MOOC のプロダクションとか運用など担当していたり、データの分析評価を担当するというユニットが新設されております。でさっとこれまでどういうふうな MOOC が提供されてきた、もう一部は飯尾先生の方から紹介されていますのでさっといきますけれども、まずその最初に提供された講義が上杉先生のケミストリーオブライフということで、これはですね、いろいろ上杉先生は京都大学のその1回生を対象にした授業でも同じ授業をやっていてですね、それをこの MOOC のコースを使って反転授業をしたり、あとは2014年は、成績優秀者をですね、実際に京都大学に招いて、この右下の写真ですね、実際に京大の学生と交流させたり、あるいはこうドッキリっていうふうに言ってたんですけれども、実際に受講生の一人を訪問して、その人の話を聞くとかですね、そういったいろいろな取り組みがなされておりました。で2つ目は先ほど、総長のイベントありましたけれども、総長の、講義ですね、6週間で明日終了です。で、今講義実際行われていますのが、アトミ先生という工学研究科の化学のご専門の先生なんですけれども、これもあと1週間ほどで終了しますが、この先生はですね、スーパーグローバル大学創生支援事業、いわゆる SGU と呼ばれるプロジェクトの一環として、この後山田先生、伊藤先生がそのプロジェクトに関わっておられるということになるんですけれども、この4つのサブユニットの中のアトミ先生はその化学系の代表の先生ということになります。で以後ですね、このような形でどんどんと我々の方から MOOC を edX から配信していきたいと思いますので、皆さんもご興味あればご登録をお願いいたします。今伊藤先生、山内先生に関しては登録を受付中ですし、山田先生も間もなく登録が開始することになるかと思います。
私からは以上です。ありがとうございました。